えー、こんにちは。今回はね、出会い系サイトの話ですけども、ハッピーメールっていうのがあるんですよ、えー。私の登録してる出会い系サイトね、ここにスタメン出しておきますけども、ハッピーメールがトップに来てまして、ワクワクってのがあったりね、遊ぼうっていうのがあったりするわけなんですけども、まあ、行くよ来るよとかね、うん、行く来るってやつですけども、まあ、ハッピーメールはね、やっぱ大手中の大手だと思いますよ。えー、で、ここのね、会員数がなんと累計なんですけども、 万人にななったそうなんですよだから5人に1人日本人の5人に1人ぐらいが登録してる計算になりますまあ累計なんですけどもねで運営実績21年ですから21年前に初めてハッピーメールが登場した時に登録した会員さんが例えばね500万人ぐらいいたかなとまあそんなにいないと思いますけど100万人いたとするとその100万人は現在40代とか50代になっていてですね、えー、まああの まあそういっった経験を人生の中に組み入れててるかなってところですよねだから出会い系サイトを使い続けてる人ってのはねそんなに10年20年使い続けてる人って,い人っていうのはなかなかいないと思いますけどもでもね私も結局ね35ぐらいの時始めましたから10年以上使ってるというかここにアカウントがあるってことになりますねうんまあどのぐらい10年も経ってないかなそのどちらにしてもスマートフォンを初めて手にした時ああ そうです、ね、10年も経ってないですねどう考えてもね2009年ぐらいだったと思うんですよ私スマートフォンを手にしたのが10年経ってるな <laughs> はいじゃあそんな感じで時系列も曖昧なんですけどもそのハッピーメールというのがあ、まあ、21年の運営で2700万人をね突破したということでございますすごいですねいや私はすごいと思うんですよだって2700万人もアカウントを集めれるようなそんなアプリってめったにないですよ だから出会い系にものすごく人が集中してるってことは言えるんではないかなと思いますし、やっぱりね、健全に運営してきたからこそ21年も続いてると思うんですよ。ちなみにどんな健全模様なのか私のアカウントを見てみましょうか。はい。これが私のアカウントです。私の顔写真あるでしょ見えますうん。そのまんまあるわけですよ。プロフィール見てみますね。うん。えっ、ー、と、ニックネームがガイ。 年齢は30代後半ということで当時のまま止まってますね。であと血液型があったり天秤座だったり身長は175から179スタイルが普通でルックスはダンディー系ということでね、まあ、30の半ばを過ぎればダンディーというふうな感じでね目打った方がいいのかなとやっぱりジャニーズではないですね20代後半な,な,なわけではないんであと職業は会社経営者で年収は600万から1000万と。 もうこの二つがね、決め手になると思いますよ。当時、年収は確かにこれだけあったんですけども、ただ会社的には赤字だったんで、私の年収は一度も手にしたことがありませんけどね。まあそういうからくりがあるんで、女性の方は気をつけてくださいよ。年収とか職業なんていうので、人は測れませんからね。はい、その他ね、プロフィール大したことは書いてないんですけども、えー、ここにね、自己評価の欄があります。かっこよさ4、セクシード4、オシャレ度3、賢さ5、スタイル4、 金持ち度4優しさ3みたいな感じでね書いてますそれからね相手に求める条件っていうのが大事なんですよここを絞り込んでいくとものすごくねあのやりやすいですえっ、ー、と私が今使ってるわけじゃないですよ <laughs> 私のプロフィールがまだいまだに残ってるんで読み上げさせてもらいますけども、えー、相手に求める条件っていうのは年齢だけにしてるんですよね他にもいろんな条件を求められるんですけども条件を増やせば増やすほどお相手は見つかりにくくなるんで一点突破で考えてます 年齢18歳から20歳20代前半ですかここまで年齢だけ絞ってあとは自由ですよっていうふうにしてますねそれこそ体型とか身長とかあの離婚未婚子供がいるいないあんまり関係なく募集してますね年収ももう全然枠にはめてないということでございますまあそうするとねいまだにねアプローチがあるんですよこれはちょっと見せられないんですけども、えー、こういう方が来てますね20代前半同じ県内にお住まいの方です 仕事はアパレル関係です。趣味は映画鑑賞とアニメ見ることと女子会です好きなのは「キングダム」「かぐや様。このスバとか「なん」とかいろいろ一番好きな映画は「プラダを着た悪魔」話し合いそうな人なら嬉しいなオラオラしてるいかつい感じの人は苦手かなよろしくねとメッセージを頂い,いておりますありがとうございます で、えー、この方は血液は大型お牛座で、えー、とパソコンからアクセスしてるそうですね身長155から159でスタイルは普通で、まあ、写真もね普通ですよねこういうふうな写真ですね顔は出してないような感じですあ出してるけどマスクかけてるねマスクマスクをしてますねマスクをしてる方ですねやっぱこう今の方って感じですよね、うん、この1年2年の方って感じですよねマスクをして ワンピースで「写真撮らられれてててるっで、で、プラダのバッグを抱えられてますね、うん、で子供はいないタバコは吸わないお酒はたしなむ程度で車はないと」と同居に、友達と一緒にルームシェアで、えー、自分は長女だということなんで、えーまあ、下にもね姉妹の方かご兄弟いらっしゃるんですよねで出会うまでの希望は着替えは会いたいとでデート費用は全部男が払うみたいな感じですね まあこれは私の条件に合致するんじゃないですか私はまあ男性が一方的に払うことを希望しますからねはいということでまずはアプローチ頂い,いてるよということでございますいまだにですよこれは10月3日の夜のアクセスですからね今日は10月6日でしょうだからこの20代前半の方から見てもう私のプロフィールは、まあ、お付き合いするに値するというふうな感じですよね まあ、プロフィールは同じように、私と同じように書けると思うんで、あとはね、顔写真をどうするかで、えー、まあ、こういう風な女性から、向こうからアプローチがいただけるわけなんですよ。通常、出会い系サイトって男性の方から攻めていくんですけども、プロフィールの下だけで女性の方が検索してアプローチしてくれたら、まず会えますね。あの、会いましょうかって次のメッセージ行くと大体会えると思いますよ。うん。まあ、何言ってるんですかね。まあ、出会い系サイトの、<laughs> なんかね、 使い方みたいなことをね私の感想なりで申し上げましたけどもまあハッピーメール2700万人もね利用されてるんですねやっぱカップルが生まれたりとかこの出会い系サイトから結婚されてる方もね、えー、もう今の時代結構多いと聞きますんで、えー、特にこのコロナの時代にはオンラインで活躍する人活動する人が活躍じゃないですね活動する人が勝利を収めてるという恋愛の場でも仕事の場でも あらゆる場所でオンラインが使える方っていうのはあ、未来をね、一歩先んじてるんじゃないかなと思いますんで、苦手がらずにね、40代の方、IT をどんどん使っていってください。えー、それでは本日は以上です。